ホースポケット。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。おドバイガチャチケットをプレゼント。なんだろう、ドバイガチャって。まあいいでしょう。型のサニブラを、持ってきました。何か用ですか？この馬を凱旋門賞に出走させています。ご存知ですか？特別な調教を行える。スタートが SS になりました。限定ビールですね。これが成長促進ですか？もう個人で言えば好調いちごの方がいいですからね。まあ調子がいい方がいい。スタート、これか。疲れを取らなきゃいけない。高級グレープフルーツを。さあ、いよいよレースです。クエストを達成しました。馬券ですか？勝ちそうな馬をあえて軸から外すのも手ですね。あ、もう一周あるんですね。いい仕上がりです。さあ、これで凱旋門賞の週ですが、今484キロ、4キロ減らした上で、プラス2キロがいいですね。そうなるとグレープフルーツのバタージを調整を問題なしと出てます。さあいよいよ凱旋門賞、1着になると1500枚、まあそれ以上に名誉っていうのは確保 できますからね。そちらの方が重要だったりします。絵面がなんて言ってもいいですからね。さあなんとかして取ってほしいが、おっと 1.3 倍。ただいまより投票受付を開始。もうグリグリですね。圧倒的。いや凱旋門賞ですよこれ。本当にこれでいいんでしょうか。おっといろいろ買いますね。トレブがあれなんかでも他3連複と3連単しか売ってないからな。26は 2.4 倍ですね。バレンがバタンが 3.1 倍。まあ26買っときましょう。200枚。さあいよいよ栄光の凱旋門賞です。世界中の競馬ファンの注目がここロンシャンに集まっています。凱旋門賞いよいよスタートです。スタートを切りました。スタートはいいですね。先頭に早くも出ました。先行するのは何か。2番片野サニブラが先頭に立ちました。7番イラプト内を通りましてゴールデンホーン向こう上面やや上り坂、その外にタペストリー風車がすごくなんか風情があるというか、それからもう1頭フリーイーグル、その多分出走初めてなんじゃないかな凱旋門賞。その外からは9番フランスジブラルタルイーグルトップニューベイ。もう一度先頭に戻りましょう。さあ気合はどうなんだ。2番片野さんに先頭回ってます。そのまま押し切れるか。に燃える人馬です。7番イラプト内から1頭ゴールデンホーン、そして外からは12番バウンド、そのうちタペストリー、5番ドルニア。ペースはそんなに速くないですね。12頭が第3コーナーに向かいます。さあ結構起伏の激しいコース、そのうちからは1番プリントシャー、これと一緒にフランスジブラルタル、その後ろ3馬身くらいあってイーグルトップ、8番ニューベイ、これがしんがりであります。さあ先頭の方はまだ固まっています。片野サニブラがレースを引っ張るようになりました。これを追って7番イラプトであります。そして内からは3番ゴールデンホーンバウンドが、その後ろタペストリーがそのうちにいます。そして6番手にドルニア。さあ勝利の祝福を受けながらまさに凱旋するのは果たしてどの馬か。直線に入った。400切った。ドルニアがやってきた。足色いっぱい一緒になったか。さあここは頑張りだが押し切りそう。押し切りましたね。強い。厩舎レベルもアップしました。さあこれで凱旋門賞制覇、ジャパンカップにも出ましょうとなって言われてます。まあジャパンカップもいいですが、やはりおめでとうございます。ありがとうございます。当然 WBC ですよね、次は。お、プレゼントが。こうどれもいいですね。ショートケーキは成長促進なんですけど、ケーキもいいし。この三段チョコケーキが良さそうですね。さあ、これで放牧させて、またWBC からやっていきたいと思います。本当楽しみですね、これからも。まだ69周、半分以上ありますので、まだまだ走ってくれるんじゃないかなと期待しております。はい。というわけで、今日は、ここまでになります。毎度になりますが、チャンネル登録まだの方、ぜひ登録していただきます。すれば嬉しいです。ブログ、ツイッターをやっております。この動画の説明欄に記載しておりますので、よろしければアクセスしてください。最後の20秒で流します。関連動画、プレイリスト。はい、そちらの方にもアクセスしていただければ嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。